い、皆さんこんにちは、マダリグルビーチです。では今回はデートの決断法パープキット PS 版続きをプレイしていきたいと思います。空母禁止プレイというふうに歌っておりまして、今回もねもちろん空母を使わずにプレイをしていくことになるんですけども、続きをプレイしていきたいと思います。で、今回の作戦目標ですね、大本営の方からはですね、こちら南太平洋の攻略が作戦目標になっているんですけども、まあ南太平洋ね、まあ無謀に攻めるよりかはですね、ここはオーストラリア攻略を目指して、ソロモン、そしてオーストラリアと順々にね攻略をしていきたいなと思っています。特にこのオーストラリア、鉄の資源が豊富なんですよね。一時厳しかった石油資源は東南アジアをね占領することによって、もうだいぶ余裕が出てきているんですけども、鉄ですね、今度鉄、そしてお金、この2つが枯渇しているので、この2つ、十分に取れるこのオーストラリアを作戦目標として、艦隊を動かしていきたいと思います。で、艦隊は前回ラバールを取った艦隊そのまま、ニューギニア、ソロモン、そしてオーストラリアと攻略を進めようと思います。で、それとは別にですね、シンガポール方面なんですけども、まあ、前回意表をつかれる形でこのインド洋からアメリカ軍の空母、まあ、おそらく守り固い太平洋ではなくて大西洋、インド洋と経由してこのシンガポールまでたどり着いてきたと思うんですけど、この艦隊がね、インド洋にいると思うので、引き続きこのシンガポールは厳しい状況になるかなと思います。で、シンガポールには3つの飛行場今建設中です。あと3週間ほどかかります。で、せっかく今お話ししましたので、太平洋方面なんですけども、こっちはねかなり分厚い守りにしてまして、まあ、一例としてですね、航空機の配備状況をご覧いただこうと思うんですけども、ご覧のように250機フルフルで配備してあります。小笠原沖、硫黄島近辺ですかね。同じくですね、このマリアナ沖、そしてトラック、マーシャル沖と十分な航空兵力を置いているので、太平洋の方はもしねアメリカ軍が攻め込んでこようものなら、駐留艦隊と、そして今ご覧いただいた基地航空隊、各基地200機から250機、しかも場所によってはね、2つ3つと飛行場配備できるところは、2つ3つと飛行場建設してありますので、これで、防衛線を展開するというところになります。なので今回は、このままソロモン、そしてオーストラリアと、続いて攻略のを進めていきたいと思います。で、生産の方なんですが、生産の方はですね、陸戦隊、積んで攻撃できる揚陸艇、これを6隻ほど今建造中で、それ以外は新しく発注したものはないというところですね。では時間を進めていきます。一応航空機もね、この後基地に追加で配備するためのものとして、艦船、艦爆、艦攻と3種類、それぞれ20機から30機前後配備してあります。ではソロモン攻略戦始めていきます。団子になってしまうと艦隊が身動き取れなくなるので、ご覧のように少し各艦隊ですね、間を空けて配置することにしました。で、今回もですねスパイレベル1なので、敵のね、まあ航空基地の場所がわからない状態でスタートするんですけども、まあ、大体の場所はね、押さえてありますので、敵の艦隊の有無も含めて、状況を見ながらですね、攻略戦を進めていきたいと思います。では艦隊戦、海戦スタートです。今回もね、夜間出撃になりますね。で、各艦隊ですね、それぞれソロモン、ここの海域にある飛行場に向かってもらいます。マップのね南側に飛行場ありますので、ここをめがけてみんな一様に進んでもらいましょう。了解。団子になると怖いなというのと、あとは敵のね、艦隊の有無、これはしっかり見極めておきたいと思います。どうだろう、第2艦隊から
戦艦山城だけ撤退させますか、早々と、ということになりますけど。撤退させます。了解。中破してる状態なので、まあ、この戦力であれば中破している戦艦をね、あえて、艦列に加えておく必要もないかなと思いますので、離脱させましょう。では、艦隊の内容ですね、簡単にご紹介しながら進んでいきたいと思います。まず第一艦隊なんですが、旗艦ヤマト。これがね、ご覧のように対艦攻撃力 B。主砲は46インチ砲ですね。以下、長門が入っています。で、第二艦隊の方が今、山城がね、離脱しましたけども、他に春菜なんかが入っていますね。第九艦隊は従順中心の艦隊になっています。では、これで敵の基地に目標に進んでいきます。敵の艦隊が現れるようであれば、敵の艦隊を優先するか、敵の基地攻撃を優先するか、状況によって決めていきたいと思います。では、敵の飛行場を発見してます。今のところ敵の艦隊はね、まだ見受けられないという状態ですね。各艦隊から砲撃始まっています。雷が鳴ってますね。画面の奥から攻撃仕掛けてきているのが戦艦ヤマト率いる第一艦隊。で、こっち側からね、攻撃を仕掛けている、手前から攻撃を仕掛けているのが第九艦隊、従順からの攻撃になります。第二艦隊もね、画面奥側から砲撃始まっています。このまま一気に踏み潰していきましょう。はい。これでニューギニアソロモンの攻略完了になります。特に敵の艦隊現れませんでしたね。このまま敵の艦隊の反撃がある前に、オーストラリアまで攻略して資源地帯を、ね、確保してしまいたいなというふうに思います。なので、連戦でいきます。アルミを送っておいたおかげで鉄2000をドイツが送ってくれましたね。これは嬉しいな。鉄が今特に枯渇している状況なので、この鉄はね、大事に使いましょう。で、石油をじゃあ余ってるので、ドイツに送っておきましょうか。艦船レーダー、対空レーダーが開発可能ですね。ただ、お金がちょっとないんで、今すぐ、新兵器の開発に、投入できるかというのはね、ちょっと微妙ですけどね。では、忘れないうちに先にですね、艦隊、今、ニューギニアソロモンを攻めた艦隊をこのままオーストラリアに突入させましょう。ここも残念ながらスパイ入ってない状態ですけど、このまま突入します。敵の艦隊がいたらまたその時に考えましょう。で、続いてですね、オーストラリアの、状況ですね。天候は不明。4時に日の出ですね。まあ、つまり攻撃できる時間は少し短めということになろうかと思います。このあたり踏まえて、オーストラリア3つの飛行場ありますので、効率よく叩いていく必要があるかなと思います。あとは、国籍系ですね。スパイ活動は、どうだろう。中部太平洋。いやー、待って、お金ないからここに使うのは微妙だな。技術投資にお金をちょっと今回は全体的に薄くしか入れられないけど入れておいて、で、兵器開発ですね、新兵器。艦船レーダー、砲撃兵器、三式弾がね、開発可能になってるので、三式弾を開発してお金が枯渇という状態ですね。じゃあ最後に物資援助を送っておきます。ドイツに、石油。いや、ドイツもでも石油余ってるよな。まあでも、うちの方が余ってるからね。石油を5000送っておきましょう。これで、今回はオーストラリア攻略進めていきます。はい。艦隊ですが、第1、第2、第9、ソロモン攻めた艦隊と同じですね。また離していきます。で、マップの左側に、オーストラリアの飛行場3つありますので、第1艦隊が一番左、マップの左側に進行、第2、第3艦隊は真ん中あたりに進撃してもらいたいと思います。日没とともに出撃。敵の艦隊、さすがにオーストラリアが駐留していると思われるので、敵の艦隊とね、
抗戦しつつ、敵の飛行場も叩いていくということで、ある程度の損害は覚悟したいと思います。それでもなお、オーストラリアを優先して、確保したいというのは、お金と鉄の、確保のためになります。では、各艦隊指示を出しましょう。まず、第一艦隊ですが、第一艦隊はね、お話した通り、マップの左側に、で、第二艦隊、第三艦隊は、それぞれ画面中央、ここに進んでもらいます。第9艦隊がまず1つ目の飛行場を発見しています。ここは第9艦隊が担当します。第1、第2、第9とそれぞれの飛行場担当を決めて、夜明けがね、4時と早いので、そこまでにね、どれだけ削っておけるかというのが一つ焦点になるかなと思います。で第1、第2艦隊はね、それぞれの担当敵基地に向かって進撃中。気になるのがね、敵の艦隊がいないんですよね、ここまで。前回シンガポールにね、大西洋、インド洋経由でアメリカ軍の機動部隊がやってきましたけど、アメリカ軍の動きもわからない。イギリス軍はおそらく、インド洋、マダガスカル、この辺りでね、迎撃体制を整えているんだと思うんですけど、アメリカ軍の動きが本当にわからないという状況ですね。第2艦隊も敵の飛行場を発見してます。第2艦隊はこのまま敵の飛行場攻撃に向かってもらいましょう。では第1艦隊も3つ目の飛行場を発見してくれてますので、それぞれの担当を敵飛行場で、このまま攻撃してもらいます。敵の艦隊はいないと思います。なので、ね、ここまで敵の艦隊が全く出ていないというのはすごく、スムーズにですね、攻撃が進められているという状況ですね。今年はね、僕の会社は全然ちょっと違う話をしちゃうんですけど、好きな時期にというか、年1年間の間に6日間有給休暇とは別に、夏休みと同じような扱いで6日間休暇がもらえることになってます。有給休暇とは別に。で、例年やっぱりこのお盆の時期にね、夏休みとしてその6日間を使うことが多かったんですけど、今年はね、ちょっとお盆、どこに出かけるわけでもなく、もちろん海外にも、ね、行かないですし、近場もね、どっかに行くっていうこともないので、この6日間の使い方どうしようかなってね、ちょっと思ってるんですよね。で、街にもほとんど出てない。スーパーに食料品を買いに行くぐらいしかしてないので、街の人でもあまりよくわかってないんですけど、皆さんね、どういう夏休みの過ごし方されてるのかなってちょっと不思議なんですよね、今年に関してはね。全然、やることもないしっていうね。おしゃべりしてる間に夜明け来てますね。第2艦隊はどうだろうな。ちょっと位置的に第2艦隊がギリギリ敵の飛行場に届かないかな。となると、第1艦隊の攻撃が今始まってますけど、第1艦隊の飛行場が一番時間かかりそうかな。戦艦はね、第1艦隊5隻入ってますけど、一番攻撃始めるのが遅かったので、攻撃が完了するのが一番遅いのもこの第1艦隊担当になりそうですね。他の艦隊がたどり着く頃にはさすがに攻撃終わってると思うんですけど、一応ね、第1艦隊の近くに寄っていきましょう。このまま第1艦隊攻撃続けてもらいます。で、1年ってね、まだ終わったわけじゃないでしょっていうところなんですけど、おそらくね、半年とか1年、下手したら2年3年っていうスパンで、旅行とかね、そういうのは難しいのかなと思うんですよね。なので全く奥さんにも話してないし、ぼんやり思ってるだけなんですけど、当面の目標はですね、海外旅行行って女遊びとか夜遊びもできないので、マンションね、今のマンションすごく満足してるんですけど、もうちょっと広いマンション、できれば同じマンションのもうちょっと広いマンション、マンションというか、もうちょっと広い部屋が空いたらそこを買いたいなっていうのが一つ。あと、ベンツの GLA が、ね、新しいモデル出てるので、これもちょっと欲しいなっていうと、
あと僕シンガポールもね、タイと同じぐらい好きなんですけど、シンガポール原産のシンガプーラっていうね、小さい小型の猫がいるんですよ。そのシンガプーラも欲しいなと思って、向こう10年間の目標をこの3つにしようと思ってます。で、もちろん、まあ、動画とかツイッターの中で何とかお話してると思うんですけど、子供も欲しいんで、4つですね。目標は4つ。マンションより大きい部屋に同じマンションで、住み替える。で、GLA、ベンツのね、新型 SUV、これ買う。で、シンガポール原産のシンガプーラーを買う。そしてね、子供を授かる。この4つを目標に、向こうね、このコロナ、アフターコロナの世の中って言った方がいいのかな。目標にね、ちょっと頑張っていきたいと思います。というお話をして、オーストラリア攻略完了になります。で、艦隊。第9艦隊から駆逐艦一隻を失ってますが、それ以外は、喪失感はなし。ですね。すごく順調に来てますが、一部、戦艦とか従々にダメージ出てますので、オーストラリア、このドックで、少し回復をしたいと思います。で、すごく重要なポイントとして、このオーストラリアに飛行場を作るかどうかというところなんですけど、オーストラリアを前線にするつもりは全く、ないので、一旦ですね、ここはオーストラリアでは飛行場は作らずに、第1、第2、第9、まあ、つまり、オーストラリアを攻略した艦隊は、この先ですね、南太平洋に向けて進撃をしてもらおうかなというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。お、ここで、揚陸艦、6隻完成したね。この揚陸艦もね、使って敵の飛行場をね、破壊するのではなくて、占領する形で、飛行場をね、有効活用できればいいかなというふうに思います。